残る枠入りあと1頭です。スカーフェイス、これが収まって体制出来上がります。有力馬指導で春競馬も本格化、今年も仁川から送る第116回伝統の京都記念です。飛び出しました。各馬揃ったスタート、あーいきなり拍手に包まれます。阪神競馬場です。ドーデュース、竹豊、それほどいかないか、ピンクの帽子、グレーの勝負服、後方3番手エフフォーリア、横山武史、ちょっと促してその前の方に上がっていきます。正面スタンド前の先行争いは、まずはユニコーンライオンが行くのか、それともキングオブドラゴン、矢作厩舎の2頭か、その外にキラーアビリティ、さらには早め4番手エフフォーリア行きました。拍手が湧く、拍手が湧く。 G1 以外では珍しく徹夜組も出たという注目の今年の京都記念。エフフォーリア早め2番手につけました横山武史。一方の去年のダービー馬ドーデュース、武豊じっくり行きます。後方3番手で各馬1コーナーから2コーナーへ、先手を取ったのはユニコーンライオンです。1馬身のリード、早め2番手にエフフォーリアです。兆しの見えた有馬記念、復活待たれる一昨年の年度代表馬エフフォーリアと横山武史は2番手です。内からキングオブドラゴン、外キラーアビリティ、それからプラダリアがいて、内を通ってマテンローレオ、前半の 1000m59 秒後、まずまず流れています。ウィンマイティがいて中段です。この辺りマイネルファンロン、さらにはスカーフェイス、アフリカンゴールドはいけません。後方集団ラストドラフトがいて、そしてその外、去年のダービー馬ドーデュース、仕切り直しの今年初戦、この馬は強いと信頼揺るがぬ武豊が、さあ上がっていくのか。インプレスが最高峰で3コーナーのカーブ、ドーデュース抑えながら武豊、中段まで上がっていきました。ユニコーンライオンが先頭です。エフフォーリアが2番手、外からプラダリアが3番手、さらにはマイネルファンロン、キングオブドラゴンです。馬群の真ん中にキラーアビリティ、そして外ピンクの帽子、ドーデュースいった、武豊いった、さあエフフォーリア、ちょっと下がったか、エフフォーリア手応えどうでしょうか。ユニコーンライオンがまだ先頭だ、プラダリア上がっていく、ドーデュースが来たぞ、ダービー馬、エフフォーリアは下がってしまった、先頭はまだユニコーンライオン、ドーデュース来た、一気にかわした、ドーデュース強い強いダービー馬、おお、これは強いぞ、ドーデュース、差は広がる一方だ、ファンも拍手で強さを称える。2番手プラダリア、さらにはマテンローレは上がってきたが、しかし強い、これが強きダービー馬の貫禄、ドーデュース圧勝でした。武豊弾みをつけて再び世界へ、ドバイへ向けてまずは最高のスタートを切りました。そしてなんとエフフォーリアはジョッキー横山武史騎手が下馬しています。対照的な2頭になりました。ドーデュース武豊騎手突き抜けました。